稲妻イレブン、ダンボール戦記に続くクロスメディアプロジェクト第3弾、妖怪ウォッチです。物語の舞台は人間と共に様々な妖怪たちが暮らす町サクラニュータウンで、主人公のケイタは妖怪執事ウィスパーにもらった不思議な腕時計妖怪ウォッチの力で他の人には見えない妖怪が見えるようになってしまうそうです。ケイタが出会う妖怪たちは可愛いものからちょっと怖いものが個性的なものばかりで、ジバクレイの猫ジバニャンをはじめとする魅力あふれる妖怪たちがケイタの友達になっていくそうです。ケイタが出会う妖怪は良い妖怪だけではありません。悪い妖怪と出会ったら仲間にした妖怪を妖怪メダルで呼び出してバトルを開始します。妖怪とのバトルは触って遊ぶことをテーマにした全く新しいタイプの戦闘システムで、白熱した体験ができるとお聞きしています。ちょっと不思議な日常を体験できるレベル5さんの妖怪ウォッチ、続報をお待ちください。